とにかくね、この辺りは今中古車ですかね、いっぱい置いてあって輸出するための中古車はすごい置いてあります。全然来たことないけど、かつていわゆるゼロ四と呼ばれるですね、 400m をいかに速く走るかという競争をこの鳴田干拓地では盛んに行われておりましたが、一体どの辺りだったかながね思い出せません高速はまだねちょこっとできてたぐらい、昭和の終わりぐらい、その頃に行ってましたんで、今はあまりも変わり果ててしまって、どこがどこやらと地図で見ててもよく分かりませんでした、正直私は。でもね、ちょうどこの辺ね、ほんとね快適に走れますよ。この田んぼの中をねスーッと、ほぼアップダウンがないので気持ちよく走れますね。車も来ないし、意外とねこっちの方好きで結構走ってはいるんです、だから動画も結構撮ってんだけどね。なんかあのかつては、かつてというのは1年ぐらい前ですけど、よう走ってましたよこれ。ただあんまりねトークをしてないんだよね、その頃って。おしゃべりをしとらんもんで、なかなかスッと動画で使いづらいっていうところがあって、なのでなかなか動画にできてないっていうところは正直あります。勝谷はどこだ、もう頭勝谷になっとるもんだ。勝谷勝谷勝谷どこやってやばいですね。まだ先だった、まだ先や。どうだ、あと 1.5 キロぐらい向こうでした。もう勝手にもう近づいとると思い込んでました、期待値で。残念ながらまだまだまだでした。とりあえず腹が減ったんで、今日はカツ丼にしようかな。カツ屋で実はカツ丼食べたことがなくて、多分美味しいよね、それがメインだから。食レポはしませんけど、カツ屋のカツ丼を燃料補給して目的地に突入するという、今日はそんな感じでいきたいと思います。稲穂が綺麗ですね、というかもうね2番穂が出てるっていうか、1回目はもう取ってますね。まあそうだよね、もう11月だからそりゃ取るわ。2番目のが出てますね。非常に美しい、車来たの後ろから、非常に、ね、美しい光景が広がっております。最近ですね、こう食事っていうのはまあいろいろ気を使ってはいるんですけど、私なりにね、まあ一時はあの朝パンをですね、食パンを2枚ぐらい食べて、6枚入りを2枚食べる、ある人に言わせたらそんなん食べとんのかって言われましたけど、それぐらい食べないとお腹が落ち着かなかった時期がありまして、そんな風に食べておりました。最近はですね、朝飯、まあ炭水化物を取るならご飯にしようと思ってご飯に切り替えております。まあやっぱりねちょっと体重落ちましたね、それでね。あ、階段だ、金魚屋さんがある。ランチュウ金魚錦鯉カワウオって、カワウオが気になるね。ちょっと自転車持ち上げてます。23号出ました。勝谷はどこだ。もう勝谷でも吉野家でも何でもいいって感じになってきた。吉野家が見えた、でもいかん、ここまで来たら勝谷だ吉野家ね1年ぐらい前行ったけど、めちゃくちゃ量減ってない。この前もある人と話してたら、なんかやる減ったよねって、波取ったはずなのに、これ小ですかっていうぐらいに量が減っとった。いや昔の吉野家はこうじゃねえだろうって頭の中に思い描いてる吉野家のイメージとは程遠い状況に愕然としました。私ちょっぴりレトロがあった、ちょっぴりレトロがあったけど、今はそれどころではない。勝谷だ勝谷だ、小林勝谷だって感じです。つまらんジョークを言い出すということは、もうだいぶ疲労が限界に達している証拠でございます。さあ勝谷はどこだ、看板見えんけど。さあこんな23号ですね、自転車で走る物好きはほぼいないと思いますが、私は走っております。鯉料理屋さんがありますね。鯉の料理って美味しいのかな。なんか鯉の煮付けみたいなのは食べたことあって、まあ美味しかったですけど、いわゆる鯉コクとかね、鯉の刺身みたいな、そういったものはどうなんだろう。多分勝谷はあと数百メートル、もう勝谷のレポートしかしてもおりませんね。おそらくあと500メーターぐらい向こう。でも看板見えんな。塩割中央道ですかね、前に見えてきたのは。あそこにレトロなシャローなる、レトロな喫茶店見えてまいりました。シャローって聞くとルアー思い出すな。シャローってどの辺の層でしたっけ。もう横文字は釣りで覚えたみたいなところありますよね、私らの世代だと。車で来ればあっという間の場所ですが、飛島村を走行しております。お、ツーストのジムに出した。あ、勝谷の看板が見えてまいりました。いよいよゴールって、今日のゴールじゃないけどとりあえず一旦のゴール。これで財布忘れとったらシャレにならんよね。財布だけは持ってこんとね、なんかあると困るんで。あ、勝谷が見えてきた。一旦ゴールとりあえず、よし攻めるぞ、全力で攻めるぞ。誰に宣言しとんだっちゃう話です。自転車置き場が特にございません。
よいしょ。さあ勝谷出発。さあちょっと西日に向かって走らないかんで、眩しいです。勝谷で燃料補給完了。結局ね、カツ丼にしようかなと思って意気込んで行ったものの、味噌汁がついとらんことが判明して断念しました。普通のロースカツ定食、いつもそれだな。毎度毎度。さあだいぶ日が傾いてきて、非常に西向きに走るのは走りづらいです。おお、昭和の風情バンバンじゃん。やってんのかこれ。やってんの。やってなさそうだね、ここはね。やってなさそうだね。コスプレありって書いてあるよ。ふとね、浜松インターあたりのね、こういうたくさんありますよね、あたり。ふと思い出したね。あれやっとるか。一応営業中のようです。昭和の風情が感じられるね。さああと目的地までは5キロぐらいですかね。5キロ、まあ15分ぐらいで行けたらいいけど、一応はまあまだ日があるうちに到着できそうですね。もうすぐそこは三重県、ついでに桑名あたりまで行ければいいですけど、車は少なくていいんですが、今度は、ね、虫が結構いますね。この時期は虫が多いのかな。結構ね、さっきね、勝谷に入った時に服を見たら虫が結構ついてました。この時期はそういう飛び回ってる虫が結構おるかな。お、車の解体工場があるよ。どう見ても外国人風の人がいましたね。そこは何、ちょっと変わった格好の建物だなと思いましたけど、そっち系ではないか。なんだこれ、学校？何これ。あ、学校ですね。学校だ。小学校は変わっとるな。てかおしゃれやん。あと豊島村金あるな。かつて鍋田干拓へ来ていた頃は基本的に夜しか来ませんので、どこに何があるのやらよく分からずに走っておった。そんな感じですね。なべたなべたと言っておりましたけど、いかん。飯を食うとやっぱり体が重くなる。それは当然重くはなってますけど、軽快に焦げなくなる。そういうもんですよね。さあちょっぴり昭和の香り、ちょっぴり昭和の香りが漂う建物をこう抜けながら、こちら側もね、あ、だいぶ昭和じゃん。いい感じだ。だいぶ昭和だ。こう、結構レトロでした。だいぶ前、今調べてないので分かりませんけど、干拓はまあ江戸時代ぐらいからですか、早いところだと。あ、一応昭和レトロ看板あり。まあ昭和レトロっていうほど古くはなさそうだけど、まあいいよねこの看板。あれ AM ラジオのアンテナじゃないの、 IKEA の向こうにあるやつ。多分中波のアンテナだよね、あの高さは。この前ちょっと話題になりましたけど。